那在拍摄之前他会禁食，就是不吃东西吗？いや、コントロールしてます。コントロールはしていますね。普段はラーメンとお酒がすごい大好きで毎日のように食べてるんですけど、撮影前の前の日ぐらいまでは我慢して終わった後にたくさん食べてコントロールしています。もう撮影が終わった瞬間にラーメン屋さんに行ってラーメンを食べて家に帰ってお酒をたらふく飲んで寝ます。那好奇他是喜欢什么样口味的ラーメン？日本のラーメンは本当に美味しくて、でも全部好きだけど、強いて言うなら醤油ですかね。はい、ジャパニーズヌードル。因为台湾人会从就是打牌的时候去看一下，就是觉得打牌可以显现出他的人品。那他如果打输的话，他的反应会是什么？いやもう、クソって、もうロンって言われた瞬間、クソって言いそうになりますけど、プロだとそういうことすると失格になっちゃうので言わないようにしてますけど、友達とやるときはもうめちゃくちゃ怒ってます。男友需要会打麻将吗？いや、私麻雀強い人とはあの付き合えない。あの麻雀強い人、まあ、できる方がいいですか？いや、私まあできなくてもいいけどな。別に私が教えるから全然できなくても大丈夫。哦，那如果打的是也是会像他一样这样生气暴怒的这个男生可以？ダメです。No no no。那有觉得台湾的男生跟日本男生是差异？違うところ、やっぱでもなんか媚びを売るとかじゃなくて台湾の男性の方が絶対優しいです。あれ怒られるかな日本の人に。でも本当に優しいし、いつでもウェルカムで対応してくれるし、なんか前に旅行に行った時に台湾の男性に道を聞いてすっごい心よく教えてくれたんですよ。多分東京の男子はそうはいかない気がする。はい。所以是愿意跟台湾男生就交往。え、全然ありですけど、そう今私はファンの人が恋人なので、あのいつかその時が来たらそうです、ね、ぜひぜひぜひ。他希望就未来另外一半的条件是什么？あー、でもやっぱり優しさが一番。優しくて思いやりがあって、あとあの動物が好きな人はいがいいですね。ニーハオ、 CT1 の皆さん、マリチューです。よろしくお願いします。